はい、皆さんこんにちは。株式会社スワンチャンネルですね。本日は静岡県浜松市の新浜松駅の方に来ております。赤点の駅ですね。はい、はい、ここは専門で、ここはね、新浜松駅です。はい、ここはね、でね、サニバメ駅っていうのはね、あの赤点で行けるみたいなんですけど、ここはね、シンカリオン Z っていうね、パネル展開催中ですけど、はい、まあそれはちょっと説明しますね。それでは行ってきます。はい、専務教えてください。はい、今度ね、キサラニ駅っていうね、うん、映画6月3日金曜日から始まります。はい、はい、それでね、このキサラニ駅っていうのがね、うん、ここはたどり着いてはいけない異世界の駅だそうですそうなの。降りたらもう帰ってこれない。じゃあ一緒に見に行きますか。いや無理それがね、そのこの津波駅の舞台になってるのが、うん、この赤電からね、ずっといたところの、はい、鷺宮駅っていうところが舞台になってますんで、はい、あ、そうなんですか。な、はい、ので、もうこれからね、そこもこれがね、流行ればね、なんていうんですか、あれ、ご当地機構じゃなくて、なんだっけ、聖地エヴァンゲリオンの、あ、聖地で、うん、でね、あの赤電でね、はい、行く人も増えてくるんじゃないかなと思いますけど、はい、都市伝説だよね。ああ、よくあれのね、はい、よく YouTuber の中でやってますもん ね、都市伝説、はい、怖いところであれですよね。そ、はい、それが鷺宮駅っていうのがね、はい、ところかな。その鷺宮駅のやつ今から見せますね。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、これがそうですよね、専務ね。そうです、これが鷺宮駅で、はい、今なんかやってますね、シンカリオンZ、 シンカリオン Z とコラボってことですか。これですか、シンカリオン Z って。そうですね。へえ。ちょっと前までエヴァンゲリオンみたいにやってたのは違うんですね。あれは天浜線か。そうですね。あ、でこっち側にありますがね、これがね書いてあります。これエヴァンゲリオンのキャラクターが登場してましたね。これがあれですか、天浜線ですか。そうですね。あ、これがね天浜線になりますね。信州鉄道と天浜線がなんかそういうコラボみたいな、コラボじゃないですけどね、キャラクターのやつをやってるってことですね。それでこれが鹿島地方面と出入口ですね。この後ろが正面ね、これちょっと見えませんが、この奥が浜松駅になりますね。はい、じゃあ降りてきます。あー、社長残念。何？おやつにだったよ。何？あ、宝くじ？運試ししようかなと思ったけどまあいっぱいあるでしょう。時間はね、ちょうどお昼時なんでね。お昼時ですか。サラリーマンがポツポツ食事に出てます。信号渡りますとね。あ、ありました、ありました、社長。ありました？ありましたよ。ああ、ありましたね。大変お世話になっているタコリギ屋さんです。タコリギ屋さんありました。やってれば食べたかったですがね。イカ焼き食べ歩きしたかったです。イカ焼きの食べ歩きしたかったですか。そうですよ。まだ夜なんで。イカ焼き291円ですよ。めちゃくちゃ安いですよね。ねえ、美味しくて、こんな安くてね。さすがに昼間はやってませんでしたね。向こうのね、あの福田の方の店舗の方はね、はい、昼間やってますけど ね。じゃあここをね抜けてモール街に行きますか。はい、ちなみにね、こっち側に見えるのがね、昔のイトーヨーカ堂なんですけど、ウィンズがありますね。ウィンズが競馬の、それでこうね一周ぐるっと回るとね、そちらがタコリキ屋さんなんでね、こんな感じになります。それこれね、まっすぐ行くとね、モール街っていう方に行きますね。はい、そうです。ここ昔あれでしたけどね、流行パチンコでしたけどね、今煙鉄に変わりましたね。え、これ煙鉄システム。煙鉄も今すごいですもんね。何でもやってますもんね、煙鉄ね。煙鉄かクワテツかっていうねそうですね、煙鉄かクワテツかって感じですよねちなみに専務がね、クワの鉄屋なんでクワテツです。あ、いるじゃん友達いやこれがね、モール街ですね。まあでもさ、夜になるとさ、はい、人いっぱいだけど、やっぱ昼間いないよね。あ、夜、なんか街の浴衣あるっすよね、こっち行って。千歳？千歳はね、もう一本ね、もう一個向こう、左の通りになりますね。ここもね、有名みたいですね、ここのご飯屋さん。これ、福亭さん、ここ。ここもね、よくね、撮ってくれって言われますね。
まあ千歳行きますか、ちょっとじゃあせっかくなんで、はい、まあね、皆さんが見たことないようなね、昔の浜松でいうねクラブとかね、そういうとか、お笑いライブ今度7月にあるみたいですよ、アクトシティ大ホールで。ほら僕も出てるんでねお願いしますね、みんな見てくださいね。これじゃこっちじゃない、どっか考えても似てるな、ちょっと似てるな、ここにもいる、ね、俺ここにもいるこっちいっぱい出てるな、もうそうだね、これ専務に似てる、これ足しにで割ったような感じだねはぁ、あ、笑いライブね、ぜひ。千歳はね、あんまり私も飲み来ないですよ。来ないですか。会員制のクラブばっかなんでね、今はもう会員だいぶ少なくなりましたけど、千歳ね。あー、この辺のね焼き鳥屋さんはね昔からあると思いますね。高級そうですね。そうですね、こちらもね結構クラブがあるんですよ。そうね、ラウンジとクラブがね、これが北側になるんですけどね、長野県側ですね。会員制って書いてありますね。そうですね、京都にちょっと作りに似てるよね、なんかね。そうですね、これめっちゃかっこいいよ専務、これ見て、私をゴルフに連れてってって素敵だよね。ワンセット3500円とかね。ラウンジとかいっぱい書いてあるビールがありますね。プレデス本店、マリークラブ、美熟女クラブとかね、いいね。これがザザってこと、ね、そうですね、こちらがねザザシーなんですよね。あれザザってなんだっけ、映画館とかね。あ、違うな。いや、ザザが松菱かどうか分かりませんが、違いますね、はあ、これも通りですが、昔ねここにね案内所があったんだけど、今もうなくなっちゃったのかな。入居者募集、入居者募集って、結構入居者募集ですね、この辺のビルがね。やっぱあんまり入ってないですかね、調整は。はい、大人の社交場、ミニクラブ、夜間飛行。このね、左側の奥にもね、あるんですよ、全部この奥、この奥、ザザの下なんですけどね、この奥も結構バーがあったりね、いろいろするんですよ。はぁ、あ、そう、ここはね、ここも入ってくるんですよ、全部この細い路地。本当だここ入ってきますか、じゃあせっかくなんで、はい、どうぞどうぞ。ここはね、知る人を知る道なんでね、ほマジスキーとか入ってる。そうですね、飲み屋さんがねずらっと、会員制って書いてありますね。会員制、やっぱ結構会員制のお店が多いですね、この辺もね。会員制、大人の街なんですね。昔はやっぱりね、そういう大人の人に来ましたが、今どうなんですかね。僕ほんと千歳あんまり来ないんで、年に数回です。この細い道はね、車がね、はい、またねこれ行くとモール街に戻ってきます。この辺の居酒屋も結構貸し店舗になっちゃったね、昔やってたけど。あれ、ここどこっすか。これね、もうそっち、あ、これもあれか、有楽街ですね。あ、ほんとここが松菱だ。そうですね、も、元のね、ここがね、ま、松菱。そうですね、なんか できるでしょうね。でもいや、もうずっと何年も空き地だよね。でもね、買う人いないのかな、高すぎるのか、うん。春華堂さんありますね、専務ね、この間行った春華堂さんですね。正面にね、アクトが見えますけど、まあこの辺高層マンションですね、全部ね。オークさんですか。オークもしないんじゃないですかね。オークはしないですか。一番上はオークすると思うんですけど、まあでもそんなに、この間ベラボーに高くなかった気がしますね、この間聞いた時は。これどこですか。ラーメン印っていうのもあるみたいですけど、その先に行ってみます。行ってみますかじゃあ街ブラの動画はね、多分そこまでの動画になると思いますが、その後食事の動画になります。あ、宝くじありますね、あそこにね。せっかくなんで宝くじ買ってきますか。最後に当たるかどうかは分かりませんが、これが今あるみたいです。2000円の、これ浜松タバコセンターだって。これ探せるように、これが
万引き犯だそうです。ここがトリムじゃ。知ってる人がいたら通報してください。悪い人です。万引き犯です。2000万使っても50年、年に2000万使っても25年、年に2000万使っても25年。姉ちゃん、万引き犯です。外人ですけどね。はい、ジャンボ宝くじがもっと大きくなる。はい、買いました。はい、しるしさんね、ここなんでね。ご視聴ありがとうございました。それではね、今からねご飯を食べていきます。この後の動画でご飯もお楽しみください。それじゃあね、みんなバイバーイ。